もし雷の剣について天領奉行の力を借りることができなければ非常に危険な状況に陥る可能性もある。これは何も我々の本心じゃない。ただ今は人手が本当に足りないんだ。理解してくれ。そうですよ。だからこそ話し合いが必要なんです。おい、トーマー、何かあったのか？君たちか。ちょうど君たちが稲妻に残した影響について話していたんだ。いや、以前は柊さんの手紙を送り届けてくれてありがとう。お二方のご友人でしたか。僕は九条家の次男である鎌治様の付き人です。一平って呼んでください。ああ、これまでの三奉行の仕事は将軍様のために情報を集め指示された任務を執行することだった。だけど近頃将軍様が西洋を告げられ誰にも会わないようにしているんだ。つまりもう俺たちの代わりに物事の判断をしてくれる人がいないってわけさ。将軍様に心の整理をする時間が必要なのはもちろん理解している。だけど時期を同じくして稲妻外界で雷が荒れ狂い始めたのも事実なんだ。その通り、長きにわたり雷の規模や形態に変化が起きたことは一度もなかったけど、現在それらが稲妻の島々に近づきつつあるみたいなんだ。それって将軍に今稲妻を滅ぼそうとしている意志があるってことか？それともオイラたちに復讐を？そうだぞ。それにオイラたちに復讐したかったら普通の雷でも全然十分だし。ってそれも怖いって。そこは安心してくれ。俺たちが心配しているのは将軍様なんだ。今まであのお方の意志が揺らいだことなんて見たことなかったからね。それにリーユへの神が近頃去ったことを思うとどうもいい兆しには思えない。雷が荒れ狂うのは将軍様の体に何か起きたからだと考える人も多い。誰にも会わないのは悪い影響を拡大させないためだとかなんとか。だから変な噂が広がる前にお嬢に頼まれて天領奉行と対策を練っていたところなんだ。もし混乱が起きた時に対処できるようにね。しかしそうは言っても天領奉行の内部は今非常に不安定な状態なんだ。他の家紋に対して九条家の制御が効かなくなってる。どうしてそんなことになったんだ？九条家がファデュイと結託し稲妻を破滅に追い込んでしまった。今は将軍様の裁きを待っている最中だ。ただ将軍様からの命が下されていないだけで天領奉行の人間が交代することは皆が分かりきったこと。簡単に言えば配下はもう命令を聞いてくれないのに仕事は同じようにやらなきゃいけないってことだね。高雪様の体がまだお元気であれば何か方法もあったのではと思いますが、今はあの時真相を見抜けず父を止めることもできなかった。そして父の代わりに当主の仕事をやってる今もなお内乱を鎮めることができていない。全部僕の力不足のせいだ。そんなことおっしゃらずに鎌治様、元気を出してください。少なくとも若旦那が戻ってくるまで耐えなければいけません。今の九条家にはもうさまつな変化にさえ対応する力がないんですから。ああ、それもそうだな。兄さんも今切羽詰まってる状態だ。迷惑はかけられない。それじゃあトーマ、先ほどのことはまた後日話そう。僕は今から高司家の当主高司進に会いに行ってくる。今この状況を統括できる人物は彼くらいだろう。ああ、わかった。今後のためにも早く天領奉行内部のことを解決しておいてくれ。では僕もお供します、鎌治様。いや、僕一人でいい。え、そうですか。ではお気をつけて、いってらっしゃいませ。でも雷のことも天領奉行のことも元はといえば全部将軍が急に西洋を始めたことが原因なんだよな。
このまま話を進めてもビクビクするだけで解決しないと思うぞ。え、そんなことできるんですか？わからない。でも試してみる価値はあると思うぞ。出てきてくれるかは将軍の気分次第だけど。なんとか糸口が見つかったみたいだね。じゃあ君たちにお願いしてもいいかな。みんな将軍様のことを心配しているんだ。もしあのお方に会えればいらぬ噂も自然と消え去ることだろう。ありがとう。また君に借りができたね。こんな状況で将軍に会えるかもしれない人ってあいつしかいないよな。じゃあ早速鳴神大社に行こう。鎌地殿もあんなに自分を責める必要はないのに。このことは誰にとっても厄介な問題なんだし。僕もそう思います。そこまで重圧を感じる必要はないと思います。でも九条家はもう仕方ないんです。よもや休憩時に神社の気品を迎えるとはな。わらわに会いに来てくれたのか。いくらなんでも冷たすぎるのではないか。わらわは何時の命の恩人じゃぞ。挨拶の一つもせぬのか。まあそれが何時の魅力の一つでもあるがな。言ってみるがいい。何を聞きたいんじゃ。最近将軍が声優を取ってるって聞いたんだ。それで稲妻外界の雷が不安定な状態になってるらしい。噂によると雷は将軍の意思と関係があるから、みんな将軍の具合が悪いんじゃないかって思ってるみたいだぞ。はあ、ま、何時らになら隠す必要はないじゃろう。将軍様はあの戦いの後心がこじれて人が変わってしまったんじゃ。え？将軍様の力は日々衰えておる。何時があの時強く打ちすぎたせいじゃな。あやつにとって敗北は何よりも重い一撃。それにこの前わらわが会いに行った時、うっかり三色団子と娯楽小説を忘れてしまってな。ああ、わらわの旧友よ。甘味を食べながら娯楽小説を読むことができず、心が乱れて泣きわめいてしまうとは、しくしく、かわいそうに。そんなことで泣きわめく神がいるか！仕方ないじゃろ。わらわからすれば何時らの心配はわらわの嘘と同じように無意味なもののように聞こえる。あれは永遠を求める永じゃぞ。凡人の命などあやつからすれば主由に過ぎぬ。凡人に安否を心配されてどうしろというのじゃ。ってことは無事なんだな。詳しい状況はわらわも知らぬ。静養したいと言っておったし、わらわもこれといった用がなかったゆえ、自分から面倒に巻き込まれに行く必要もなかったしの。じゃが雷の件はわらわも耳にしておる。あやつの意志に変化が起きたという点についてはいささかありえないことでもないじゃろうな。静養中に会えるのは稲妻でもわらわだけじゃ。じゃがなぜわらわが何時らの手助けをせねばならぬのじゃ。浮世のすべてをとっくに見飽きたわらわの心を一体何で動かそうと。その答え気に入ったぞ。これは通行証じゃ。門番の奥詰衆に見せれば中に通してもらえるじゃろう。
さっきの質問は冗談じゃったが、あのように答えたからにはしっかりとやってもらうぞ。そうじゃ、通行証も後でわらわに返すんじゃぞ。あやつはいつも一人でおる。見に行くのも悪くないじゃろう。永遠を揺るがすことのできる何時はあやつの可能性でもあるな。将軍様は現在静養中です。誰も会うことはできません。オイラたち、巫女からもらった通行証があるんだ。ご冗談を。今まで宮司様が他の方に通行証を渡したことはありません。それがたとえあなたたちのように名高い旅人であろうとも、将軍様はそんな八重宮司様を信頼しているからこそこの通行証に効力を。って、これは本物。わかりました。将軍様の命に従い、あなた方を止めるわけにはいきません。失礼しました。どうぞ中へ。しかし静養中の将軍様に対してくれぐれも失礼のないようお気をつけください。なんかうろうろ歩いてるぞ。落ち着かない様子だな。あなたたち、どうやって入ってきたのですか？無断でこの地に入る者は直ちに排除します。待て、オイラたちだ。なんでまた敵を見るかのような感じになってるんだよ。もう仲直りしただろ。ここに入ったのも正当な手段を使ってだぞ。いけません。武力行使は禁則事項でした。とにかくお帰りを。私の静養を邪魔しないでください。知る必要はありません。これが私の静養時の状態です。うん、なんかちょっと変じゃないか。この身に休息は必要ありません。しかし私はあくまでも内なる者の協力者。静養が彼女の意志であるならその願いに従うまでです。ってことは、静養は中の A が干渉してるんだな。でもなんでだろう。たとえ将軍が外で活動してても一心浄土には影響しないはずだろう。あんなに大きな庭園もあるんだし、静養にぴったりな環境じゃないか。彼女の願いです。それ以外言うことはありません。今の私が外へ行っても何もやることはありません。事務を処理しないのもそれをすることができないからです。ん？どういうことだ？全て禁則事項です。もう私に話しかけないでください。うい、どうしよう、全く会話が進まない。あなたたちでしたか。お久しぶりです。将軍は今都合が悪いので、私に会いたければ直接中へ来てください。急にオイラたちを中に引き入れるなよ。びっくりしたぞ。あら、何を慌てているのですか？外の将軍は壊れちゃったのか？修理しないとダメなんじゃないか？その心配は必要ありません。あれは私の意思です。将軍のほとんどの機能は私が一時的に停止しました。今の将軍は事務も処理できず、私として振る舞うこともできません。ですので、いっそのこと静養を皆に告げたのです。言ったはずです。稲妻の永遠についてもう一度よく考える必要があると。それには時間が必要になります。そして
私が考えを終えるまでの間、元となる規則にのっとって動く将軍が間違いを起こしてはなりません。あ、将軍にスイッチみたいなものはないのか？ありません。想像した時は停止することを考慮していませんでしたので。それに当時の私は、未来の私が将軍の運行規則を変える可能性があると考えた上に、そのようなことは永遠にふさわしくないと思ったのです。そのため、予期せぬ事態に対する保険として、将軍は規則修正に対して非常に完璧な防御機能を備えています。私にとって、人形の規則を直接変えるよりも、永遠の形についての考えが終わるまで、いくつかの機能を一時的に停止する方が効率的なんです。そういうことか。じゃあ、稲妻外界の雷が荒れ狂ってるのは、将軍の機能がいくつか停止したからなんだな。雷が荒れ狂う？それは初耳ですね。え、知らなかったのか？実は。なるほど、外界の雷がそのようなことに。厄介な状況なのか？操作の手違いで、そういうこともあるんです。後で私が将軍を調整すれば問題ありません。そんな目で見ないでください。こういった操作は今までにやったことがないんです。将軍の構造は複雑なもので、調整をするだけでも問題が出てくるものなんです。これは言い訳ではありませんよ。ええ、事実を言っているだけです。大丈夫、気にするな。解決できればそれでいいんだ。いいえ、進むべき方向は見つけたのですが、未だに矛盾が存在しています。しかし、それほど急ぐ必要はありません。慎重さを欠いて結論を急いてしまっては本末転倒ですので。え？みんな将軍の元気な姿を見れば、外で噂されてる憶測とかもなくなると思うぞ。それに、場所を変えて気分転換すれば、新しい考えが思いつくかもしれない。私にこの一心浄土を離れろと？確かにそうですね。今の将軍は私の代わりに事務を行えないので。わかりました、外に行ってみましょう。気分転換に行くのですから、私のことはエイと呼んでくれて構いませんよ。堅苦しい呼び方はあまり好きではないので。え？でも、オイラたちの目の前にいるのはエイの意識だろ？意識はここから離れられるのか？もちろん方法はあります。自分で自分を監禁するような真似はしません。おお、じゃあもう心配はいらないな。これからは、オイラたちがお前のガイドだ。ガイド？何ですか、それは。今の稲妻で何が美味しくて何が面白いか、オイラたちが紹介してやるってことだ。よし、じゃあ出発。空気に懐かしい匂いが漂ってますね。足元にもしっかりとした感触が。気分転換とは言いましたが、どのようなところに行けばいいのでしょう。まずは城内で一番賑やかなところに行こう。ここが今の市場ですか？記憶にあったものとはだいぶかけ離れていますね。町の店も、
商売をしている人もあの当時とは全く違います。将軍様、どうして将軍様がここに？将軍様は病気じゃ。どうして急に？どうやらここの人たちを驚かせてしまったようです。将軍様が急に現れたら驚くのも無理はないな。町の見回りは天領奉行の仕事となります。将軍が処理すべき情報や下すべき指示はとても多いため、自ら出向く時間がないのです。それに将軍は休息がいりませんので、暇つぶしや気分転換をする必要もありません。なあ、どうする？一旦ここを離れて騒ぎが収まった頃にこっそり戻ってくるか？どうしてですか？私は何も面倒を起こしに来たわけではありません。気にする必要はありませんよ。心配してるのはここにいる一般の人たちの方なんだけど、まあいっか、そういうのもお前らしいもんな。今も民たちは交渉にモラを使っているんですよね。おお、これは今も昔と同じだ。キラキラしてて魅了されるよな。って待てよ、まさかエイもモラがないってことはないよな？もちろん持っていませんよ。一身浄土では需要がありませんので。何か品物が必要な場合は奉行衆に送ってもらえばいいのですから。しかしどうして私もなんでしょう？皆さん規律正しく過ごしているようで、あなたの言った賑やかが全く感じられません。おや、ここの屋台は何を売っているのでしょうか？将軍様の前で賑やかになれないよな。見たことのないものですね。まさか将軍様だったなんて。どうしよう、緊張する。将軍様、これは失礼いたしました。いいえ、そうかしこまらず。本日は気分転換に来ましたので少し見るだけです。あなたの売っているものを私に教えていただけますか？もちろんです。僕がここで売っているのは食べ物です。たこ焼き、団子、それと牛乳とか。その中に牛乳が混じってるなんてなんか変だな。あなたの感じ取った変は僕がわざとつけた特色なんです。城には悠久の歴史を持つ老舗がたくさんあって、僕が何を売ろうとそれらにはかないません。ですので僕は目新しい組み合わせを作り、お客さんに新鮮な体験をしてもらおうと決めたんです。例えば僕が最近開発した団子牛乳。団子を練りつぶして牛乳によく溶け込ませたものです。味もさることながら全く新しい奇妙な食感も楽しめますよ。団子に牛乳？聞いたことがありませんね。どうしてこのようなものを考えたのですか？申し訳ございません、将軍様。決して永遠に意見があるわけではありません。かしこまらないでと言ったはずです。そんなに恐れおののく必要はないんですよ。私の追い求める永遠が団子と牛乳によって揺るがされるものではないでしょう。あれ、なんだか噂に聞いた将軍様と少し違うような。実は僕も思いついたのは偶然でした。ある日、友達がお客さんのおもてなしをする際、団子を作りすぎてしまったらしく、食べきれないからと僕にくれたんです。
しかし僕にとってもその量は多く、でちょうどその時僕の店でも牛乳が売れ残っていることに気づきました。そして団子も牛乳も日持ちしない状況だったのです。そこで試しに2つのものを混ぜてみたところ、ちょうどいい塩梅で混ぜることで意外にも美味しいことが分かりまして。偶然からなるもの面白いですね。私にも一杯いただけますか？将軍様にご興味を持っていただけるなんて。はい、もちろんです。あなた方も一杯どうぞ。甘くて美味しいです。それともっちりとした食感も不思議な飲み心地ですね。そうだな、飲み物は飲んでるのになんか食べてる感じだ。おかゆみたいな。全く同じとは言えませんが、どうであれ好みの味です。ありがとうございます。こんなに美味しい団子牛乳、さぞ売れ行きもいいのでしょう。いえ、その実は売り上げは全然。え、よくないんですか？どうして？その実際に飲んでくれた人の評価は結構いいんですが、ほとんどの人がこの組み合わせをおかしいと思っているようで、口にすらしてくれないのです。あ、別に将軍様の感覚がおかしいということではないです。お気を悪くしないでください。そうでしたか。それなら簡単です。シャブ業の人に何百杯か購入してもらい、一人一人に配ってもらえばいいでしょう。いえいえいえ、将軍様、それはいくらなんでもやりすぎかと。やりすぎですか？皆さんにも試してもらいたいと思っただけですが。団子牛乳を飲んだことがないというのは非常にもったいないことかと。それは至極当然なことです。人間は皆甘いものが好きだと聞きました。私が甘味を食べることもおかしなことではないでしょう。巫女もそう言っていました。はあ、やはり甘味は気分を良くしてくれますね。一人で考え込んでいた時よりだいぶ気分が良くなりました。そういえば以前巫女が言っていたのですが、八重堂を立ち上げて娯楽小説を売っているとかなんとか。それでいつも私に自慢していたのですが、私にはそれがどんなものなのかすらわかりません。ちょうどいい機会ですので、私をそこへ連れて行ってくれませんか？いいぞ、いろんなものを見てみよう。将軍様が僕の団子牛乳を気に入ってくれた。よかった。もう諦めようかと思ってたけど、本当によかった。将軍様じきじきに八重堂にいらっしゃるなんて、何か重大な伝達事項でも？いえ、そんなにかしこまらず、ただ見に来ただけです。申し訳ございません。何のことかさっぱり。管理方面のことでしょうか？それとも出版規範、もしくは消防問題など？将軍はただ単に本が読みたいだけなんだ。将軍様が娯楽小説を？ええ。何かおすすめの本はありますか？八重堂の小説は主に一般向けで、内容も奇烈なものが多く、将軍様の趣味に合うかどうか。あくまでも試みですので、同じものばかりでは意味がありません。安心してください。文字で書かれた物語である限り理解できないということはありませんよ。
それはそうですが。大丈夫だ。理解できなくてもオイラたちが将軍に説明してやるぞ。わかりました。では最近の話題作が置かれているあちらの本棚までどうぞ。中にはこの小説はすごいの受賞作品もあります。つい最近その作品をまとめて売り始めたんですよ。まあそこまで深く考えず楽しんでいってください。わかりました。では行きましょう。どういうことでしょう。私が甘く見ていたのでしょうか。本に書かれた文字や単語はわかるのに、つなげて読むと意味が理解できません。例えばこの転生ヒルチャール、夕暮れの実を食べ続けたら最強になった剣について、名前が長いですね。ヒルチャールは本当に夕暮れの実を食べて強くなれるのでしょうか。少なくともお肉を食べる必要があるはず。これはこの本の設定だぞ。設定とは。設定は何に使われるのですか。事実を書いた物語に信憑性はあるのでしょうか。それにヒルチャールは物語を書く能力がないはず。作者がヒルチャールの生活を記録しているのでしょうか。ぐい、なんで黒田があんなことを前もって言ったのか分かったような気がする。あ、こうしよう。オイラたち二人が分かりやすい小説を選んでお前に聞かせてやるよ。分かりました。私はいろいろな本を読んできたつもりでしたが、このような物語を読むと何に注目すればいいのかすらわからなくなってしまいますね。ですが期待はしています。巫女らしさが伝わってくる、きっと面白いものだと思いますから。じゃあオイラたちに任せろ。ちょっと待っててくれよな。結構難しいと思うけど、とりあえず見てみよう。こんな題材まであるのか。道理で黒田が怖がってたわけだ。この物語は A に聞かせない方がいいと思うぞ。作者が責任を問われるかもしれない。もし誰かがオイラになってオイラがやらないようなことをたくさんやったら、なんか変な感じがしちゃうだろう。この女の子は小さい頃から主人公のことが好きで、自分の全てを捧げてたみたいだぞ。そうだな、彼女の思いが無駄になったらダメだ。物語は結構面白そうだけど、エイはこういう一般人の恋愛は理解できるかな。変なやつだな。どうして娯楽小説作家にこだわるんだ。そんなにすごいんなら部の道で楽々1位になれるだろう。それもそうだな、願いを最後まで貫ける人ならエイの心にも響くはずだよな。やっと読み終わったな。
張って A に聞かせてやろう。